の皆様、こんばんは。ようこそ貴重な金曜日の夜にこちらゲート J にお越しくださいまして、本当いつも、ね、お運びくださる方も多々お見受けできまして、誠に嬉しいございます。本当にどうもありがとうございます。競馬が待ち遠しい金曜日というのをタイトルにいたしました、よいよい山ゲート J をここでから行わせていただきます。それでは、頼りになるかなおかしいだけかもしれませんけれども、でも心強い、パートナーをご紹介させていただきますので、大きな拍手でお迎えくださいませ。伊崎修吾郎さんです。どうもどうも、こんばんは。またたくさんのお客様にお越しいただきましてどうもありがとうございます。金曜日だというのに、ね、金曜日だとね、いうのも秋の G1 もね、まあ、ただ中で今週から7週連続 G1 ということになりますけれども、何の役にも立たない話で、いえいえいえ、伊崎さんにまずはですね、この秋の G1 の成績を伺っておかないといけないと思うのですが、全敗全敗ですね。ゼロ勝、それもね、綺麗な外れ方。まあどういう意味で、ね、4つのうち3つはね、はい、金曜じゃなくて水曜まで当たってました。あ、週中までは本命が当たってた、うん、はい、変えちゃったんだ。なんで変えるんですか。全部対抗にしちゃってな一番、ね、ひどかったらね、菊花賞は2週間前にね、書いたやつはね、はい、北三ブラックだったんですよ。あら、当たりじゃないですか。当日無印にしちゃってな14日の間になぜ本命からまだね、白三角で残るとか、あの星で残るとか分かるんですけども、俺ね、数ある評論、はい、競馬評論家の中でね、はい、一番人の意見にね左右されやすいタイプ自分の意見がない、ない。雑誌読んだり、うん、テレビ見たりするとどんどん変わっていっちゃうんですか。まあ風にそよぐ意志とはよく言ったものですねというわけで一周置いてですね、はい、またまた G1 がやってくる、これがエリザベス女王杯ということになりますね。京都競馬場 2200m で行われますが、このレースはちょっと歴史を振り返ってみますと、3歳牝馬の限定戦としてまず最初創設されまして、1995年までは3歳牝馬の3冠目の G1 として長く親しまれてきました。ビクトリアカップ、はい、東京競馬場 2200m だったね、京都の V カップなんていう略し方知ってましたよね。あ、ビクトリアカップで、カップ、はい、そういうカップダウト、ダウトそういうカップの女性はいないと思います。そうですね、1975年にイギリスのエリザベス女王様が初来日されまして、これを機に翌年からビクトリアカップを改名いたしまして、1976年、昭和51年に第1回エリザベス女王杯というふうになりましたが、レース条件はビクトリアカップと同じだったんですよね。そうですね、距離も同じだね、2004だもんね、でこの時に、うん、あの天女王陛下が京都訪問された際に京都競馬場に来ていただこうという働きかけもあったそうですね。ね、なんかあれが合わなかったんでしょ、スケジュールが。スケジュールがもったいなかったね。もったいないでしょうね。あの、あれだけ競馬を愛していらっしゃる女王陛下ですから、うん、ぜひ日本の中でもこう日本一番日本らしくね、内馬場が鬼、うん、あの池になって白鳥がいるという、うん、あの京都競馬場をご覧になっていただきたかったですね。そうですね。ね、これ初来日なんだね。そうです、昭和50年が初来日ということですね。昔あの年配の方はご存知なんですけどね、昭和44年にね、英国フェアってやったんだよ。英国フェア、うん、44年、何な、英国フェアで何なさったんですか、何したんですか。英国からね、日本に物を売りに来たの、で晴海のあの展覧会場でさ、あの大々的に行きましたよ。物産展みたいなの、物産展やったの、イギリスの。へー、昭和44年っていうとどんなものが先生いらしたらありましたか。飴、飴キャンディーってことでしょうか。そうそう、うん、それ、ね、見新しいキャンディーがあったんですか。見たことないよね。どんな、なんかね、日本だとほら大したことないじゃないですか、いろんな入れ物、入れ物がすごいんだよ。あのドロップの缶とかにね、うん、綺麗な入れ物、なんかこうやって並べると家並みになっちゃう、みんなこう変わってて、あー、お家が作れちゃうような。そうそうそう、それでね、スプリンターズステークスだじゃん、はい、スプリンターズステークスレース名変えたんです、その時。英国フェア開催記念第3回、で第3回スプリンターズステークスだったの。そう、普通はさ、スプリンターズステークスでサブタイトルが英国フェア開催記念、違う、はい、英国フェア開催記念が正式名称だった。へえ、じゃあやはりもうイギリスからっていうのが新しかったってことですよね、うん、最近ネットしておくと、ここからなんかね、よだれが垂れそうな気になってるお気をつけください。そうですか、あれが勝った、竹芝が勝った。へえ、昭和44年、へえ、その時ね、ピボッと来たの、
当時 のイギリスの、はい、トップジョッキーですよ ね、レスターピゴット伝説の騎手ですね。そうそう、 G1 レースなんか37回かかんじゃっただってダービー9回でしたっけ、ね、ダービー9回か、ね、ダービー9回すごいですよね、ピゴット、ピゴット来てね、どういう紹介の仕方したかわからないんだけど、はい、ピゴットうちの僕はね競馬専門士にいたんだけど、はい、馬車ね、馬車のね、はい、社長のうち来てるんですよ、奥さんと一緒に、はい、でお茶立ててる、お嬢様方が、うん、それでピゴット住んだ次はあの京都行ったの、朝の中京見に、はい、ピゴットが、ね、見ててね、まあ、感心したふりしてたんだよ、ふりしてたけどね、ものすごい上手い騎手があれは誰だっつって、はい、あれですか、あれはあの昨年デビューしたあの福永陽一と申しますが、あれはものすごく上手いって言った、そう上手いですか、いや上手いって、で福永はね、その1ヶ月後に、進路妨害で失格で、はい、騎乗停止になっちゃうんですよ、はい、でいてもしょうがないって言うんで、あの京都に、それで早めに北海道行って、みんな調教つけてきますって いろんな厩舎と顔つなぎして調教つけるんですよ、はい、そこでいっぱい乗っちゃってさらに上手くなっちゃって、帰ってきてね3位だったかな、次の月からずっとリーディング1位ですからね、あの福永陽一君のお父さん、天才福永陽一、武豊さんが天才ですか、天才の福永さんと安藤塚さんしかいませんって言うでしょ、あの福永陽一さん、はい、見る人は見ると分かんだな、あれはうまいっつって、だってレスターピゴット騎手のお墨付きなんて素晴らしいじゃないですか、うん、しかもデビュー2年目で2年目で年間ね100勝最初に超えた時にね、そのうち8頭がね10万人気かと、それすごいだろ、いくら陽一でもこれは無理だろうってので勝ってるんですよ、素晴らしいですね、そんなことがあったんですね、あちょっとねいいお話を伺いましたけれども、さあそのまだ3歳の条件戦限定戦だった時の話なんですけど、 今思い出したけど今日挨拶でいつ見てもお綺麗でって言ったっけ今落ち着いたらは思い出していつ見てもお綺麗でどうもありがとうございます、何よりでございます、ありがとうございます、それをおっしゃるとなんか落ち着くんですか、落ち着きましたね、まさかよかったです、じゃあ思い出していただくことにいたしましょう、まだ3歳は限定だった時の、エリザベス女王杯、そうです、サンドピアリスが勝ちましたエリザベス女王杯、1989年平成元年です。初代神楽が最下位になってしまうんですが、まあ、怪我をしてしまったということで、本当に20頭立ての20番人気最低人気のサントピアリスが優勝した岸重彦騎手ですね、これ中継の人はよくサントピアリスって抜け出した時名前言えたもんだね、そうですね、完全無印ですからね、誰だってそうですよね、それで前の日に、競馬教室があったんですね、それで例えばあの初心者の方々だったので、競馬は何でもね買い方 OK なんですよって言って、例えば3枠に入ったサンドピアリス、3枠だから3これでもいいですよって言ったら本当に勝っちゃったんです、それじゃなきゃ買えないよな、そういうんじゃないと買えない馬券でしたよね、これね母親のイエンライトってね、はい、10勝してるんですよ、あじゃあお母さんはよく走った馬だったんですね、長いとこ若いとかダートで、スタミナあったんですよ、はい、だけどねこれね短いとこ使ったの最初、サンドピアリスって、はい、でね両馬場の長いとこってこれ初めてだった、じゃあその血統がここで花開いたということなんですね、まあ、今あの 2000m 距離がなりましたからね、週刊賞はね2400点長かったんですね、3歳牝馬にとってはね、終わってからな、どうして来たんだろうってやってるうちにそれしかなかったな、結論は、ですから車台神楽がここにまだいるんで、あセントピンクの帽子車台神楽ですよ ね、 だけどこの後ねズルズルなっちゃうっていう、最高に下がっていってしまうのは、まあ、途中で怪我しちゃったということなんですが、それでまあ大本命が飛んでしまったということですもんね、赤い帽子ゼッケンが6番のサントピアリスです、あこですね、ましたこれサントピアリス、先頭どうか、サンドピアリスか、サンドピアリスか、先頭か、リードを半端しぐらい取った、内をついて山届いちゃう、ここでじゃあ父ハイセイコー、母イエンライトの血がここで花開いたわけですね、20番人気、10番人気、14番人気、単勝がですね、なんとここで書いてあります4万3060円、
で、この時はまだ枠連しかもちろんないわけですから、8460円。これ3連単ならいくらつくって計算出たよね、これね。あ、出ましたね。これ3連単だったらいくらついたんですか。5860万だっけ。5860万円、うん、ねえ、3連単売られてたらね、という岸重彦岸間までこの時本当に若くてね、ちょっとご自身もびっくりっていう感じでしたけど、ここから岸重彦岸間も本当に活躍されるジョッキーへと育っていかれたわけでございますけれども、その後1996年平成8年に3歳牝馬の限定戦は秋華賞が新設されまして、そちらの方に引き継いでもらって、エリザベス女王杯は3歳と小馬の牝馬が女王の座を争う G1 レースに改められました。そして1999年から国際競争として外国調教馬も出走可能ということになるんですが、まあ、あの本当に G1 ホースになってしまった牝馬にとってなかなか牝馬だけの G1 というのが ないわけですから限られて、そうそう、力を発揮する場所がなかったんですよね。男も相手に走ってるうちにね、男もいると怖いからな、やっぱりなと思いますよ。それから筋量がね、うん、重くなってしまって、うん、なかなかレースも選べないっていう状況があったので、こういう男馬が後ろにいる牝馬を考えてごらんよ。本当ですよ。だからこの間、だってあの湘南パントリー一番最後から本馬場入場したじゃないですか。そうですよね、やっぱり後ろからあの男馬来たら男馬たちがちょっと興奮するといけないっていうんですね、やっぱり後ろからっていうことではないかと思いますけど、見てて、あれなんてあの後ろから言ってんですかってな、はい、解説したら信用されちゃってな、うん、あれは湘南でねパンツ泥棒したやつが湘南パントリーってねってそういう悪質なやつがいてねとか言ってたら、そうなんですかって、牝馬だけはちゃんとパンツ履いてんだぜって言って、全然今日初めて来た人って湘南パンドラ取られちゃったらしいんだよ。だからおずおず、ね、びっくりしてるから一番後ろから怖がってるから パンドロでしょそれは。そ本当にさ、何でも知らない人って知るな。いや、伊崎さんがね、一流の、いや失礼しました、超一流の競馬評論家でいらっしゃると信じていればこその信じ方じゃないですか。びっくりしますよね。いや、びっくりしません、もう本当に。俺去年で中学の同級生が来てさ、この銅像誰っていうかさ、親父だよ俺の。覚えてんだろうったら、あ、似てる安田大門さん、まあ、ちょっとこの辺の感じが似てるじゃん。似てますよね。あ、そうですか、もうね、言い放題ですね先生、ね、本当にもういいでも説明するのめんどくさいもん、嘘ばっかり言って、嘘のが疲れるんだろうね。そう、嘘のが疲れると思うんですけど、先生嘘のがね楽ちんっていう変な方ですね。そして1999年に国際競争として、外国調教馬も参戦できるようになりまして、ここでもまたびっくりしたエリザベス女王杯をご覧いただくことにいたしましょう。何がびっくりって、強くてびっくりなんですよこれは。はい、イギリスから参戦しましたスノーフェアリーが勝ちました。2010年平成22年のエリザベス女王杯です。まあね、エリザベス女王様のお膝元からやってまいりましたよこの馬は。イギリスアイルランドのオークス馬スノーフェアリーです。これ平成22年だっけ。22年の方ですね。西暦が苦手でな、3枠6、やっぱり3枠6番だ、さっきのサンドピアリスと一緒ですね。3枠6番でスノーフェアリーで、ライアン・ムーア騎手はすごいってみんな日本のね、ほとんどの人がすごいと思った、ムーア騎手がすごいと思った最初かもしれません。向こうはローテーションというものがないのかと思うな。だって4000連続2400走ってる、前走なんか2900走ってる。でも最初はなんか短いとこもね走ってたんでしょうね、この、うん、スノーフェアリーのね持ち時計2400m、はい、2分31秒0わ、それはいかにヨーロッパって感じですけど、遅いですね。しかも両馬場で 2000m の文字時計2分6秒9。それだからやっぱりあのそれだけのなんか、イギリスアイランドのオークス馬でもみんなが4番人気っていうのは、そういうタイムなんかもあったかもしれませんね。いや、それは日本じゃ無理だろうっていうようなのがあったでしょうかね。どこ？あの人気一番、いやいや、なんかほらなんか2分22秒1って出してるんだっけ、東京で2分22秒2だな、うん、1が何だっけ、アルカセット、あ、はいはい、アルカセットって2100の持ち時計ってさ、なんか7秒に詰めたんだもんな、だから29秒台だよね。そうでしたね。
いつも重いバットばっか振ってから軽く感じたかもな。あ、ババが ね、うん、がね。さあ、そしたらもう本当に。あ、期待はあの内側に。あれあれ。赤木さん、あれでしょ。すごい足ね。すんごい足、内をついたスノーピアリー、今すんごい足ってなってました。の後続集団ですが、アパパネ、アパパネ、連れて外からリトルアマフォーラ、大外から名将ベルーが2番手に上げてきた。これ強い、さすがイギリスの馬っていう。いかがですか先生、これご覧になった時。雪の妖精、名前は綺麗ですよ ね、 ね、ライアンムーア騎手ね、館内巻くだろうっていうところを狙いすましてね、できました。加速してからがすっごいですもんね。楽なんだねきっと ね、 ね。あとこの馬ね、なんと、1歳の競りで21万円だったんですって。そうそう、バカヤツ、ね、それがもうその異国の地で1億8000万円稼いじゃった。血統も大したこと。父オイト株だっけ、なんだっけこれ。なんでそれ、なんでですか、なんでそんな名前で。そんな名前で。あれはインティ株。インティ株。そんなね、俺ね、ジジイ本当にね、だんだん、ね、変な思い方しちゃうんだよね。記憶の残り方が。でインティカム3区としては、まあ、日本のね、あの平地 G1 が勝ったの初めてっていうことだったようなんですけどね。これはアナと雪の女王の時にしたらもうすごい人気ですね。本当ですね。少しも弱くないわってみんな歌ってるよね。